破壊前の総王台総王台花園の灰、総王台花園総王台は、香港にある史跡。南宋の丹州と栄養の二人の洋君が休息を取った場所として言い伝えられる。本来は、旧慶徳空港の中に石碑があったが、現在は、総王台花園に移設されている。1276年に元軍が南宋に進行し、首都リガンは陥落。 南宋の協定は降伏して、不慮となった。これにより南宋は事実上滅亡した。しかし、文天将、陸秀夫、蝶、与傑らは、皇族と共に南方に落ち延び、元に対する抵抗運動を展開した。彼らは、協定の兄の短州を、その病死後はその弟の栄養を皇帝に立てたが、福建から関東と南へと追い詰められ